直近50試合で打率.360/.23 HR、オプス 1.334、 年間のオプスはダントツの210。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手はここまでメジャートップの26塁打を放つなど絶好調だ。スロースタートだったが、今季オプスはダントツの210を記録。直近50試合では打率、出塁率、長打率、オプス、塁打、長打、王でメジャートップに立つ。米メディア CBS はこの世のものとは思えないなどと称賛している。オプスとはリーグ平均を100として傑出度を測る指標で、平均に対する得点力の大きさを表す。ジャッジは210で、2位はフアン・ソト外野手、ヤンキースの189、ナ・リーグ1位の20塁打を放っているマルセル・オズナ、外野手、ブレーブスが178で、同19塁打の大谷翔平投手、ドジャースは174。ジャッジがいかに抜きんでているかわかる。今季はスロースタートだった。4月22日、同23日時点で打率.174、出塁率.308、長打率.337にまで沈んだ。ところが、以降の50試合で打率.360、出塁率.480、長打率.854、オプス 1.334、17二塁打、23塁打を記録している。この期間の成績は、62塁打を放った2022年をも上回り、キャリアベストだ。まさに、球界、史上最高のパワーヒッターの一人であると絶賛している。21世紀で50試合のスパンで、長打率.850以上を記録したのは、ジャッジ以外にも選手8例、オプス 1.300 を記録した選手は10選手16例しかないという。その一人が大谷で、2023年5月30日から7月29日に、長打率.891、2023年6月6日から8月4日に、オプス 1.359 をマークした。こうした記録をマークできるのは、絶頂期の真のエリート打者だけだ。マイク・トラウトやアルバート・プホルス、ミゲル・カブレラも達成してない。ジャッジはそれをやっている。とても稀有な存在だとも述べている。チーム74試合で26発は、年間 57HR ペース。2022年は74試合時点で28発。ここまで、チーム74試合で26塁打を放ったジャージ。シーズン57塁打ペースになる。2022年の62塁打には及ばないが、この年のジャージは74試合時点で28塁打だった。今後の結果次第では、2022年を上回り、自身の1シーズン塁打最多記録を更新する可能性も出てくるだろう。今季のスタートがスローだったのに、2022年のペースに近いという事実だけでも、まさに驚くべきことだとしている。また、長打数は49で、年間107ペース。ベーブ・ルースの119、1921年、ルー・ゲイリックの117、1927年に次、バリー・ボンズ、2001年に並んで、歴代3位の記録となる。100長打には残り88試合で51が必要だが、達成可能であると占っている。ジャッジにとって問題なのは、今後勝負してもらえなくなること。四球数が増えると予想しているが、32歳の怪物打者は果たしてどんな成績を残すだろうか。フルカウント編集部。